皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、ということでゴールデンウィークも終わりました。今日は5月の12日になります。はい、皆さんいかがどんなゴールデンウィークをお過ごしでしたでしょうか。あっという間ですよね、ゴールデンウィークっていうのはね。はい、そんな中ですね、今日もですね、実は、素晴らしいゲストの方をお迎えしておりますので、ですね、ちょっと早速ご紹介をしていきたいなというふうに思います。今日お越しいただきましたのはですね、税理士法人ベスタックスの代表社員でいらっしゃる、税理士、山中智文さんにお越しいただきました。どうぞ。はい、こんにちは。皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。はい、税理士の山中と申します。今日はよろしくお願いします。どうぞ。お願いします。松山さん、お手柔らかによろしくお願いします。とんでもないです。いや、もう山中さんといえばですね、もうラジオの達人ぐらいないや形でですね、まあ、プロレスラーを夢見る税理士としてですね今大活躍されてらっしゃるYouTube 界隈でね、はい、YouTube 界隈でね、はい、もう今日はね、そのラジオでお届けしてますけど、YouTube でもご覧いただけます。で、YouTube でご覧の皆さんもね、山中さんの今、後ろの方に QR コードがございますので、そちらの方の YouTube がね、こちらのプロレスラーを夢見る税理士さんの YouTube ということになってますのでですね、はい、はい、ぜひこちらもご覧いただきながら、その話もね、少しお伺いできたらなというふうに思いますけれども、はい、はい、今日はよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、早速なんですけども、まあ、税理士さんといってもですね、まあ、いろいろこう、業務範囲があるかなというふうに思うんですが、山中さんのこう、特にこう、強みとされていらっしゃる分野というかね、そういったのはどういった領域になるんですか？はい、ありがとうございます。じゃあ、税理士の仕事のお話ですね。はい。今私、ちょっと簡単な自己紹介。税理士法人ベスタックスと言いまして、はい、東京都ですね、東京都内に今2拠点、事務所の方構えておりまして、はい、一般的な税理士事務所がやるような法人のお客様の顧問とか、うん、はい、あとは確定申告とかっていうのをやるんですけども、はい。その中でうちの特色なのは、いろいろこう、人がお亡くなりになった後のいろいろご相続、ね、相続の手続きとかですね。はい。あとは、その生前の相続対策とか、はい。で、どういうふうにこう、財産を子供たちに引き継いでいけば、子供たち喧嘩しないで、ね、みんな、家族円満で引き継げるのかなとか。そういったような対策のところを今メインに力を入れているところでございます。なるほど。じゃあ相続とか、まあ、事業承継というところに今特に強みをお持ちということでいらっしゃいますね。そうですね、はい、ちゃんとそういう名前になってます。僕の、あ、本当だ、わかりやすい、はい、もっと長くね、自己紹介入れるとなんかもうテロップ流さないといけなくなっちゃうからね。まさにそう、事業承継は事業承継ってこと、会社の問題になってくるんでね。こっちの方がより複雑です。相続は家族だけだけど、はいはい、事業承継になると、そこに従業員さんもいれば、取引先もいればとか、はい、より大変なんで、もう難易度は上がるんですけども。そうですよね、はい、家族だけじゃないですもんね、うんうん、そうですね、はい、なるほど。じゃあそのやっぱり結構難易度が高いというかそういうところを手掛けてらっしゃるんですね。そうですね、まさにお話しあった専門性ね、全員が全員できるわけじゃないっていうところでの、みんな得意分野がいろいろあるんで、飲食業が得意だよとか、はい、お医者さん得意だよとかって、ね、国際税務が得意、結構いろんな武器があるんですけども、そういう中でいうと私はその国内のこういった相続とか、うん、はい、個人の相続、法人の事業承継とか言い方してます。なるほど。こういったやっぱりまさに今日の松山さんのラジオとラジオにいかにこの次の世代につながっていくかというところですね。つながる税理士うまいというような感じです。はい、やった。台本通り、あ、なんでもないです。ということで、はい、台本はね、これペライチしかないですけどね、僕は。あ、書いてなかったですね。はい、つながる税理士として、はい、頑張っていければと、はい、今活動しております。まあ、今じゃあ東京の、自由が丘
にオフィスがあ、はい、そうですね。ということでございますよね。はい、対応は全国対応されてらっしゃる感じなんですよね。あ、そうですね。もう今、もうオンラインの対応も増えましたので、はい、全国のお客様に対応させていただいております。あ、なるほど。ありがとうございます。そんな相続、事業承継なんですけど、まあ、すみません。私、ちょっとあんまり詳しくないんでね、ちょっとこう、素人目線でいろいろ質問させてもらったら嬉しいなと思ってるんですけど。もちろんです。大丈夫です。もう3時間でも5時間でも。そうすると、あの、7月分ぐらいまで収録をしてます。30分番組で失礼しました。すいません。失礼しました。はい、なので今日はキュッとさせていただいて。はい。濃縮還元。はい。もうね、面白い人なんですよね、本当に。すいません。すいません。本題入りましょう。ごめんなさい。いえ、とんでもないです。なんか相続となると、うん、まあ、なんか自分にはあんま関係ないんじゃないっていうスイッチがちょっと入りがちなんですよね。うん、まあ、相続って実は誰でも通る道だっていうのはちょっと分かってはいるものの、相続税となると、うん、あ、なんかうち関係あんのかなとか、なんかそこまで税理士さんに相談しなきゃいけないのかななんてふうに思っちゃう人もね、僕みたいにいるのかなと思うんですけど、そういうのっていうのは実際どうなんですかね。うんうん、ありがとうございます。まさに今お話しした相続税っていうのが、うん、まあ、一応あの相続税って、財産の金額が一定額以上の方じゃないと税金かからないっていうのは、あの、もちろんあります。その、金額っていうのは、ご家族の人数によっても変わってくるんです、うんうん、ですけども、例えば、お子様が一人っ子だったり、3人兄弟だとかね、とかによっても、その税金かからない幅って変わるんですね。はい、うん。で、なので、確かにその範囲に収まっていれば、特に税金かからないから、相続税かからないから特に問題ないんでしょっていうようなお話をいただくんですけれども、一応そこは税金を払わなくていいっていうところだけの問題であって、実は財産があればそれをご家族でこう財産を分けなくちゃいけないですね。はい。じゃあ誰に分けていくのかっていうところの問題は、これ金額大小様々なんですけども、その問題はあるんです。なるほど。で、あとは、まあ、あの、これが昔のね、多分僕とか松山さんが生まれる前のもっと時代ですと、はい、それこそ家督相続って言ってね、あの、うん、兄弟の全部長男が継いで、次男以降はみんな、実家からこうね、あの、なんだ、関東とか関西とかそういうところに出ていくとかって、はい。はい。はい。で、実家は長男が継ぐものみたいなものがあったんですけれども、はい、それがやっぱ戦後になって、みんな、あの、民法でみんな平等、子供は平等、長男も末っ子も平等って言っていく中で、そういったものも崩れてきて、はい、っていう中でのやっぱりその平等を、まあ、いい意味で、まあ、守られているものもあれば、まあ、やっぱそれだからこそ主張するものもあれば、やっぱこう主張し合ってこう話がもつれちゃったりだとかっていうところもあるので、これに関しては、ね、金額大小関係ないんですね。なるほど、なるほど。いや、でも確かに、まあ、僕まだ相続の経験が実はなくてですね、うん、あの、そういうよくテレビドラマで見るようなことでしか想像できないんですけど、うん、やっぱりこう主張したい人もやっぱりいますもんね。確かにね、こうみんなが平等とは分かってはいつつも、うん、そこにこうちょっとね、段差つけてほしいぞっていう風な思いの人もいらっしゃると、うん、なかなか家族だけでとか、うん、話し合いでまとまるものなのかってなると、ちょっとどうなんだろうっていう気持ちは持ってるんですよ、はい、僕も、うん、やっぱりそうですよね。そういう時にやっぱ山中さんみたいなこと、第三者の目っていうか、うん、方がいらっしゃることで、うん、こうある意味こうまとまりやすいっていうのもあるのかもしれないですね、うん、それはよく言われますね。はい。やっぱり家族の中で話し合ってても答えが出てこないんで、まあ僕が何でしょう、その何か道筋とかを決めるわけじゃないんですけども、うん、あくまでヒント、うん、どういうふうに考えたらいいんでしょうかねとか、ちょっとやっぱこういう、あの、子供たちが揉めそうなんで心配なんですけど、どういう対応すればいいんですかとかっていうアドバイスを、やっぱり我々がすることで、例えば皆さんよく言うのが、誰に相談したらいいのかわかんないとか、ね、この家のことを親戚にも相談、ね、親戚に相談したらどんどんなんか揉めてんのかとか、親戚が首突っ込んできたりとか、確かに余計に、ね、余計に、なんだなんだ、じゃあ、俺が、あの、なんだ、甥っ子のなんとか国に行ってあげるよ、いや、おじさん待ってみたいな、そうですよね、余計揉めるからみたいな。広がっていくみたいな、どん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 そうそうそう。とか、親戚とかね、ご近所にもやっぱ言えないですし。そう、だからこそ、みんな実はみんなうちに秘めてる悩みだからこそ、ああいう昼ドラとかになるとみんな興味深く見ちゃうんですよね。そうですよね。あ、うん、そうか、
確かにそれがあるの、あるかもしれないですね。あると思います。気持ち的に。そうです。他の家はどうしてるのかって聞けないですもんね、なかなか。あとやっぱりご自身で体験する、経験する数が圧倒的に少ない。一番多くても、ご結婚されてて、両家のご両親、だから二人二人だから、最高でも多分4人ぐらい。自分の両親、あとはお相手のご両親とか。ほとんどの方は相続とする経験の1回とか2回とかなので、それでの自身の体験談なんか語れないですし。で、大体あるのは、自身の体験で失敗したとか、親から自分が引き継ぐときに揉めちゃったとか、っていう体験談というか成功談をほとんど聞かないです。失敗談なので、この同じ過ちを繰り返したくないからというので、相談来てくれる方もいるんですけども、やっぱり僕らもやっぱり皆様からするとハードル高いみたいで、税理士っていうと。なので、相談しづらいみたいな。もう、こう、いかにこう、そんな難しくないんだよっていうのをお伝えして、相談しやすい雰囲気を作るのかっていうのを、日々いろいろ考えながら、プロレスラーを夢見る税理士とかいう肩書き作ったりとかしてね。そうですね。ちょっとこういう、なんか親しみやすいかな、みたいなそういう雰囲気。ちょっと、なんかこの税理士さん面白そう。いや、もう面白そうな雰囲気全開ですよね。でも仕事は真面目ですよ。いやいや、もうその、今もうここまでの時間だけでも、その、コーナン織り交ぜられるっていうだけで。で、すごくこう、山中さんのお人柄が、あ、普段の山中さんと、多分お仕事の時の山中さんって、あ、こういう感じなんだなっていうのは少しで、声のトーンだけでも分かる、っていう感じですけど。嬉しいです。ありがとうございます。でも確かにその税理士さんに対してね、僕らがこう、相談しに行くってなると、やっぱりこう、どの税理士さんがいいのっていうふうに、やっぱそこからまず始まってしまうところを、山中さんみたいに、もう税理士さんだけで相続に強いよっていうふうにおっしゃっていただいたり、あと夢、プロレスラー夢見てるんだっていう、そこのハードルの低さから入っていけやすいっていうのもありますね、確かに。そうですね。よかった、そう言っていただけると。いや、すごいいいと思いますよ。ちなみにプロレスラーはまだ未だに目指してらっしゃるんですか？大丈夫です。夢はずっと、はい、願い続けてます。そのためにトレーニングも欠かさないようにしないとね。はい、そうなんですね。はい。だんだん40歳も後半に差し掛かってきたんで。はい。すごいな。すごい。本当に夢見てるのがもう、それが熱いですよね。はい。まあ、ついつい熱い思いをトレーニングよりも、こう、もともとプロレスファンなんでね。ちょっとそういうプロレス大好きっていうのが溢れてるのがこの YouTube 番組なんですけど。あ、なるほど、はい。そのプロレスの話も少しお話伺いたいなと思ってたんですけど。はい。プロレスはもう昔からずっとお好きですから。昔から好きでした。あ、そうなんですね。はい、そしたら今その YouTube ではどんなことをこう発信主にされてらっしゃるんですか？そうですね。やっぱり私がちょっと小さい頃から見てきたプロレスの過去の話とか、はい、あとはやっぱり今のプロレスをね、どんどん広めていきたいなと思ってですね。はい、みんなで今のプロレス見に行こうよっていうような。別にプロレス団体から1円もお金もらってないんですけれど僕が育ててもらったプロレスというジャンルがこれだけ面白いんだよっていうのをこう世に広めたいなというところとか、ちょっと最近はね、いろいろちょっと今確定申告の時期とかあって、ちょっと今少し間空いちゃってるんですけど、対談形式でですね、はい、こうプロレスファンの方と一緒にこう自分の思い出の試合とかっていう振り返りながら、はい、みんなが好きだったプロレスみたいな、そこにもみんなが参加してもらうことで、僕たちが好きだったプロレスをみんなでまた蘇らせようよみたいな。ああ、いいですね。なので、もう先日も第2回目にして現役のプロレスラーの方にご参加いただいてですね。すごいじゃないですか。出演いただいてとか。はい、すごもうじゃあコミュニティとしてもう成立されてらっしゃる感じですね。そうですね。はい。っていうのでやっていってっていう感じですね。いやで、ゆくゆくはね、みんなでこうツアー行ったりとかね。はい。いいですね。地方に行ったりとかしたいなと思って、ね。あ、いいじゃないですか。うん、それが、そういう意味でも夢が広がってるわけですね、じゃあ。そうですね。はい、いや、そうか。確かに、僕らが小さい頃って、うん、普通にテレビでプロレス番組でやってたんですよね。
そうなんですよね。そう、同じ世代なんで松山さんと僕は。そうですよね。はい、そうなんです。ワールドプロレスリングとかで、そうです。やってて、なんか、僕そこまでプロレス詳しくない人でしたけど、うん、それでも見ちゃう。はい。し、僕は実際、道のくプロレスってね、どう？そうですよね。あって、それを、はいはいはい、東北を巡業してくださってた時に、高校ぐらいの時から初めてプロレスを見たんですよ、道プロで。はい、で、その時にね、あ、すごいなと思って、あ、こんなに迫力あるもんなんだっていうのに、結構感動した覚えもあって。大事ですね。なんかそういう熱い思いをなんか持ってる人たちがわっと集まるとすごい熱量になりそうですね、うん、確かに。ですね、そうなんですよ。で、これを自分たちの、でもみんな小さい頃に見たっていう記憶からこれ大人になってるんで、これを自分の今度子供たちにやるんですね。子供たちからするともう自分のお父さんとかよりも圧倒的に大きい、強くて力も、で気は優しくて力持ちみたいな。もうヒーローじゃないですか。僕らの小さい頃、そういう少年漫画とか、うん、実際のプロレスとか、いろいろね、アニメとかもそれあったじゃないですか。もうそういうスターみたいなのが、うん。なかなかね、そういうスターが今生まれづらい時代なので、うん、そういった意味ではプロレスラーっていうのはもう目に見えて分かりやすくて強いっていう、そういうものはこの現代の令和の時代にもやっぱり、プロレスラーっていうのはそういうね、子供たちに夢を与えられる、そういう存在なんだよっていうのを僕も、伝えたくて。おお、すごいですね。やっております。およそ税理士さんっていうのを僕って今一瞬忘れてしまいそうなぐらいな。はい。そうなんです。しかもプロレス団体の社長さんみたいな感じの中で、はい、熱い思いで。こういう子供たちを育てていければ、また日本はまたもっと元気になるんじゃないかなと思って。ああ、でもそうですよね。はい。なんかもう確かに子供たちがやっぱりこうそういう夢を持てる社会っていうか、うん、なんかそういうで、やっぱり夢を持てない子どもたちも増えてきてるっていうのもね、なんか報道で目にしたりもするので、はい、なんかそういった意味でも一つのきっかけにはやっぱなるんじゃないかなって一度思いました、ね。もうプロレスごっこなんてね、まさにもうオンラインじゃできないですから。もう触れ合わないとできないですよ、プロレスごっこは。確かに。ですね。確かに休み時間だったらやってましたね。やってましたよね。そう、学校の休み時間にね。はい、やってました、やってました。まさにもう触れ合いですからね。そうか。あれ、触れ合いだったのか。はい、これからの時代大事ですよ、ああいうのは。そうですね、とかっていうのを。はい、あ、こういった、そういう活動とか、今 YouTube でもそういう発信もされてらっしゃる。はい。ということなんですね。しております。いや、もうなんか、なんかそういうふうに聞くとこう、あれですね、プロレス好きのお客様とかもやっぱいらっしゃるんじゃないですか、それから、プロレス共通の話題にもあるんじゃないですか、やっぱり。いいですね、おっしゃる通り、この共通の話題でこう自分のペースに引きずり込むみたいなです、はい。これもプロレスで学んだインサイドワークなんですけど。インサイドワーク。インサイドワーク。まあ、まさにちょうどですね、私の世代よりももっと上、ちょっとお兄さん世代が、まさにゴールデンタイムでプロレス見てたよみたいな世代なので、50代、60代の方とか。っていうと、今は最近は知らないけども、昔よく見たよねっていうフレーズが必ずみんなね、話してくれるんですよ。なるほど。で、今度我々の世代までになってくると、ほら、またプロ野球も、ゴールデンタイムでやった、地上波でやった世代じゃないですか。ですね、はい、これが20代になると、もっと、もうプロ野球とかも、もう CS の時代になっちゃってるんですよ。そうか。なので、そうなんですよ。ってなってくると、まず、それやっぱ地上波のテレビっていうのの効果は、やっぱりプロレスに関しては、僕らよりももっと上のところが怖そうなんで、その方々のつかみのトークとしてはなかなかいいですよ。なるほど。みんな勝手に喋ってくれるんで。またその中で今のプロレス面白いんですよ、一緒に行きましょうよとかっていう中で、全然仕事の話しないところからのつながりとか、うん、やっぱりね、うん、やっぱり今は、ね、今のこの年齢になると仕事以外でのつながりとかって、でまさに松山さんのこういうね、うん、地域の貢献だとかって広がりとかね、そういうところからつながっていくと、やっぱり本当の人と人とのね、心のつながりですよね、うん、いやそう、そこから広げていくといいなと思って、
いやもうそんな活動で当然つながっております。いやたくさんつながるってキーワードらしくなってありがとうございます、はい、ありがとうございますちょっと意識的にいや本当ありがたい、ありがたい、番組的にはめちゃくちゃありがたい、はい、ありがたいですよかったですじゃそんな山中さんと、はい、あの何ですかね、まあ、プロレスっていう話題以外、先ほど野球って話も出ましたけど、まあまあ、はい、その仕事じゃなくて、まずはなんかそういうラフなつながりっていうところで少し山中さんっていう人物、うん、野球ってとこだと、ちなみにどこファンとかあったりしますか？私は東京生まれ東京育ちなので、はい、もう祖父の代からジャイアンツファンです。あ、ジャイアンツファン。はい。ジャイアンツファン、いいじゃないですか。ジャイアンツファンじゃないですか。確かにそう、はい、そう考えると、あの今チータスになっちゃってますもんね。まあゴールデンタイムに野球やってないですもんね。ねえ、あの日本テレビ系列はなかなか地上波でやってくれないです。いやでもその野球っていう話題でも結構同じようにプロレスでも同じような感じで盛り上がれるんじゃないですか。ああ盛り上がれますね。はい、うん、おかげさまであのジャイアンツファンなんで、うん、はい、ジャイアンツファンの人もそうですし、頭にアンチがつく方もたくさんいらっしゃいますのでおかげさまであのいろいろ話題性がある球団なので、はい、いやお得、そっちの方が得なかなかね、アンチ何々ってなかなかジャイアンツ以外まだ今のところねないので、はい、いやだからみんな興味があるからそうなんですよ。興味があるから、そうですか。ジャイアンツに、はい、僕はあのちなみに広島ファンなんですけど、はい、うん、で広島ファン、広島の中でもやっぱり本当に野球詳しい方はね、もちろん広島の選手もご存知なんでしょうけど、はい、ラブな感じだと広島の、はい、今4番って誰なのとかってやっぱなったりするんですよ。聖夜、はい、の後誰だって、鈴木聖夜の後誰なのみたいな、聖夜、ね、の後、はい、そうそう、一体固定してなくないみたいな感じっていう感じじゃないですか、はいはい、でもジャイアンツだと、はい、もうそういうのってやっぱ見ちゃうから、うん、そうだからそれはアンチっていうのはね、なんか言葉ちょっと良くないかもしれないけど、それ興味があるからなんですよ、はい、みんな。あ、そういうことなんですね。そうです、そうです、そうです、はい、だから大丈夫ですよ。あのオールスター戦でジャイアンツの選手バッター立ったら応援しないとかね、もうああいうの慣れてるんで大丈夫ですから。急にロックオールシュー歌い始めると、いやいやジャイアンツの選手バッターも立ってんだけどさみたいな、大丈夫、そういうの慣れてるんで大丈夫ですよ。火の裏返しなんですって、それ本当は気になる時、うん、あのなんか小学校の時に好きな子にいたずらしちゃうのとあれと同じ、とっかいしちゃうやつですね。そう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 、うん、あれと一緒ですよ。一緒なんて、なんかもう好きすぎてちょっかい出したいって言って、そういう意味ではすごいいじられね、はい、僕本当に言うんですよ、野球ファンですってジャイアンツファンだけども、うんうん、フラットに野球ファンですって言うんですけど、まあ、またジャイアンツはそういうこと言うとか言ってまたいじられるんですけども、まあ、本当にジャイアンツ野球ファンです。いやいや、でもまあそれでもね、野球だけでもそういう共通の話題でこの短時間でもこうやって盛り上がれるだけでも、はい、やっぱその、うん、あれですよね、山中さんっていう人のこう引き出しの多さというか、まだ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 きっとあるんだろうなっていうところなんですけどね、はい、ぜひぜひ、山中さんっていう人をですね、もっと知りたいという方も YouTube とか、はい、あとは、はい、今日はねその YouTube でご覧の皆さんは、まあは山中さんの今画面の下にですね QR コードもご用意しておりまして、で左下が税理士法人のベスタックスさんの、はい、QR コードになってますので、うん、なんかじゃあちょっとこう気になるなと思ったらお気軽に問い合わせさせていただいても問題ない感じですかね。もちろんです。はい、いいですか。あ、じゃあプロレスの話したいなでもいいですか。あ、もちろんです。お茶飲みに行くわでもいいですか、ね、はい、もう北は青森から南は沖縄までひどいひどい、いろいろ北海道も入れましょうか。じゃあ北海道もいけないいけない、つい松山さんのエレー飛びちゃいました。そうです、北海道まで入れない。個人的にはすごく嬉しい。そうですね、ということで、ね、はい、なんかあっという間のお時間なんですが、うん、もうそろそろエンディングのお時間に終わりまして、はい、あっという間なんですよね、なんか、はい、本当なんか事業承継について結局伺うことできずにすいません。あ、とんでもないです。ちょっと時間あるので最後なんか、はい、これだけはなんかお話しときたいなとかもしあれば、まだ1分半ぐらいございますんで。ありがとうございます。はい、はい、まあ、ちょっとね今日こういった形でね出演させていただいて、まあ一応僕も税理士っていう仕事をやってるんですけども、やっぱり税金のこととかってやっぱ知らないと本当に損、知ってる知らないですごい損するか得するか分かれてくるので、なので、まあね、私が今東京で活動してますけども、まあ、ぜひ皆様の周りに、ね、いらっしゃるそういう税理士さんとかって結構いろんな皆様が思ってるのも引き出しをお持ちなので、はい、そういった方ですと本当お気軽にそうお問い合わせご相談とかしていただけると、うん、皆様がのお悩み事の解決とかそうお役立て
お役立ちいただけるかなと思いますので、でね、ちょっとあのこのプロレスとか好きな、この東京の税収興味あるなと思った方いらっしゃいましたらば、直接、はい、あのダイレクトメッセージいただければというふうに思います。素晴らしい、ありがとうございます。そんな形で、ね、今日をきっかけにいろんな方とつながれると僕も嬉しいかなと思いますので、そのワード出してくれると僕も嬉しいです、はい、台本通り、さすが、もうぴったり台本通りでお時間の時間になってまいりました。今日はですね、はい、QR コードからもご覧いただきます山中さんのことですね、お気軽にお問い合わせいただければと思いますし、ね、Google でもですね、税理士法人ベスタックスで検索していただけましたら、はい、一番上に出てくるのが、山中さんのホームページなので、うん、昨日のラジオをお聞きの皆さんもですね、お手元で Google ご検索いただければと思いますのでですね、はい、今日は税理士法人ベスタックスの山中智文さんにお越しいただきました。いろいろお話伺ってありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、またありがとうございます。じゃあ失礼いたします。どうも。はい、この番組は青森県弘前市で創業46年、窓のリノベーションは何でもお任せください、弘前アルミ証券の提供でお送りいたしました。はい、今日は山中さん、税理士の山中さんをお迎えしましたけど、本当に楽しい方です。もうね、笑いっぱなし、事前の打ち合わせの時でももうすぐに冗談を言ってくださるような、なんかこう税理士さんっていう固いイメージがね、いい意味でない、素晴らしい方なので、ぜひですね、皆様つながっていただけたら嬉しいなというふうに思います。